はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。2時ですね、4月は10日のウェンズデーになりましたですね。まったりとしています。日が照ってるんですよ。嬉しいわ、ほんまに。この日は20度、いまいち上がりませんけど、まあでもこれくらいちょうどいいですね。暖房も冷房もいらんと。千代田区は17度で晴れだそうでございます。晴れてますよ、嬉しいわほんまに。日が入ってるって嬉しいですね。気分がね、良くなります。株式市場も晴れてますでしょうか。日経平均はマイナス112と、まあね、こんなもんですね。はい、ドル円 151.72、なんか動きないですね、ドル円ね。151.23 とかってやつなのに、この辺でうにゃうにゃして、152いったらええのにと思うんですけど、だから介入するんでしょ。香港ハンセンがプラス311と、まあまあ上がってますね。17,177と。原油先物 85.32。まあ高止まりと言っていいでしょうね。85で止まってるんであれば。注目ドルウォンでございまして、ですね、どうでしょうかドルウォン。ちょっとさっき見たら押され気味でしたけど、1349と、まあ、ちょっと押され気味かな。午前中ね、頑張ってですね、1348切るあたりまで行っていたんですけどもですね、ちょっと苦しい感じがしますね。はい、また今日夜の部に入るまでにですね、まあ、押されそうな感じがします。さて本題はですね、水原一平さん、時の人でございましてですね、どこにいはんやろうということですけど、どこにいるんでしょうね彼はね。韓国ソウルから消えたきりですね、ドジャーズのですね帰国便には乗っていなかったと。で北海道に行ったなんて噂がありますけどね。それはデイリー新潮でこんな記事が出まして、水原一平氏手記、映画化の成功で3億以上の収入も可能、これで大谷翔平に弁済できるかという記事がですね、これは今日出た記事ですね。ドジャーズ大谷翔平選手の専属通訳を務めていた水原一平氏の賭博、違法賭博問題、本人の行方、は依然として知れず、現地メディアによる懸命の捜索が繰り広げられているというのだが、今後水原氏には回顧録やその映像化によって弁済する可能性が残されておりということですね。このなんて言いますか、この大谷選手自身がこの違法賭博に関わっていたんちゃうかというですね、疑いもアメリカではですね、依然として強力に残っているようでございます。で、ですね、このやっぱり真相を語れるのは水谷さんやろということで、アメリカのメディアがですね、ものすごい予算をかけて水谷選手のこう行方を探しているということですね。でもし見つかってですね、その、なんて言いますか、いや、手記ですね、いやですね、それの映画化などで3億ぐらいすぐ稼げるっていうのはこの記事なんです。まあ、よう考えたらそうですよね。ただしですね、違法賭博をやってたということはですね、アメリカでは重犯罪なんですね。重犯罪でですね、その、どうでしょうか、10年ぐらいですね、インプリズンという可能性があるというふうな記事も見かけたような気がします。なんでですね、アメリカには多分帰れないんちゃうか。この人当然アメリカに生活の基盤があるわけですよね。向こうの生まれでいらっしゃるんで、でもこの人のパスポートは日本なんでしょうかね、アメリカなんでしょうかね。その辺よう分かりません。で、仮に日本にいた場合どうなのかということですけども、日本にいてですね、所在が分かったとしますよね。そしたらですね、アメリカの司法当局から日本の警察に水原を逮捕せということがですね、言えるんですね。日本とアメリカはですね、犯人引き渡し協定というのも結んでおりまして、アメリカの警察の要請があれば日本はその人を逮捕してアメリカに引き渡す義務があります。なんで日本国内で見つかった場合は逮捕されてアメリカに引っ張られる、連れていかれる可能性は十分にあるんで、おいそれと日本でですね、はい水谷ですとは言えないわけですよ。
なんでどっかに潜伏しておられるんでしょうね。呼んでください、行きますから私が。水谷さんでもどっち、英語と日本語とどっちが得意なんでしょうかね。英語かもしれませんね、あるいはね。でもですね、日本でもですね、その手記があれば多分10万部ぐらいは軽く売れるんちゃいますかね。内容次第で20〜30万部、40万部ぐらいは売れるんちゃうかなと。下手したらミリオンセーラーの可能性もありますし、英語版であればですね、ミリオンはほぼ確実ちゃうんかなと。でそれの映画化、ネットフリックスに持っていけばすぐに億ぐらい出してくれるんじゃないですかね。億どころかもっといくかもしれませんよ。でつまりですね、つまり水原さんはですね、水原さんすぐに10億ぐらい稼げそうな感じがするんですよ。ただし逮捕の可能性があるんで、身の置きどころはね、ちゃうとこがいいと思います。日本やアメリカではないところがいいと思います。ご連絡いただければ私は確保しますんで絶対バレないところに、で彼は現時点において犯罪者ではないですから、日本もしくはアメリカのパスポートを持っていれば大体どこの国にでも入れます。なんでですね、いや行っていただければお世話しますよって言って、私は貧乏人ですからあれですけど、隠れ家も用意できますし、世界の片隅に用意できますし、私がそこに行ってですね、取材をさせていただければですね、日本語版の原稿は私が書きますから、あれですね、報酬はテンパーですよ私は印税のいや早いですよ私、書いたらですね、どうでしょうね、1日ですね、3時間の取材をですね、3日か4日ぐらいさせていただければですね、その2週間後には第1個あげますよただ私ね、何が弱いかと言いますとですね、アメリカ社会でそんなことはないんで、アメリカ社会の様子っていうのも分かりませんしですね、英語はできませんからですね、であとは野球については一通りのことしか知りませんので、一般人扱いですね。まあそれでもね、勉強しますんで、そんなに難しいことはないと思うんで、いや言っていただければほんまにねまあそれは冗談ですけども、そんなんね、この人だからやりようによっては10億ぐらい稼ぐのはわけないんちゃうかなと思うんですよね。ただしこれアメリカの司法が及ぶところに行くと逮捕されますから、司法が及ばないところでですね、こうひっそりと暮らせばですね、そのうちですね、その手記とか出せてですね、ネットフリでですね、こうドラマにしてですね、やっていけるんじゃんかなという気がするんですよね。いや冗談ではなく、確か奥様とですね、ワンコと一緒にいてるらしいんですけど、私が思うには日本のどこかに潜んでる可能性がかなり高いと思います。で多分もうご存知だと思うんですけども、本人ね、日米引き渡し協定がありますんで、犯人引き渡し協定がありますんで、日本で名乗りを上げるとまずいと思います。で日本国内では指名手配ではないんで、パスポートは有効ですし、出国もできると思います。なんでですね、どこかに出国は安全な、日本ともアメリカとも犯人引き渡し協定を結んでいなくてですね、日本ともアメリカともですね、それほどですね、あれがない国ですね、に行ってですね、ひっそりと潜んでいればですね、この人でもお金多分何億か持ってると思うんですね、今でもね、逃走資金をですねまあそれは何年かはもう全然、多分生活費は OK だと思うんですよね。なんでですね、行っていただければ、お呼びいただければ行きますよ、私は、ほんまに、手記書きに自分で書けたら、ね、それはそれでいいんですけど、文章を書けるという人はですね、稀なんですよ、実は。10人1人もいないんちゃうかな、特に手記とかになりますと、膨大な量を書かなあかんでしょ。僕らみたいな文章を書くのが専業の人間はね、何でもないわけですよ。そんなもん原稿用紙の500枚でも1000枚でもはいはいって書きますよもうそんな行きませんけどね。手記だと多分400枚ぐらいでしょ、原稿用紙にしたところで。
なあ書きますよそんなもん、言っていただければと。いやでも意外な視点ですねこれね。三原一平氏手記、映画化の成功で3億円以上の収入もというタイトルです。このデイリー新潮のですね1ページ目を貼っておきますんでですね、今1行も読んでませんけども、記事自体は面白いですから参考にされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。